皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサークでございます。やってまいりました、 F1 マネージャー23の時間です。ということで、今週末は F1 ありません。来週末にシンガポールグランプリ、そしてその翌週に日本グランプリが控えております。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ということで、私がマネジメントするスクーデリアアルファタウリチームも本日スペイングランプリへ入っていきます。今日も頑張って予選、とりあえず Q1 2人とも突破させたいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レースウィークエンドへ。バルセロナで開催されるスペイングランプリ、楽しみですね。シルクウイト・ダ・バルサローナ・カタルーニャは有名な場所です。 F1 やジュニアのレース、テストが頻繁に開催されます。エアロダイナミクスのテストも行われ、その性能を試すためバルセロナにはマシンパーツが持ち込まれます。ロングストレートと中速コーナーがポイントになりますが、ここバルセロナには他にも注目すべき点があります。風が強く予測不可能なため、この週末は空力コンポーネントの進化が問われるでしょう。問題なのは運か采配か。最近のアルファタウリは不調です。今週末は役員会もチームプリンシパルに注目しているでしょう。今回は何が起きるのか、もうすぐ明らかになります。はい、というわけでね、いつもチームプリンシパルに注目されてるんですけども、あまりいい結果が残せていません。まあ、頑張ってはいるんですけどね、ドライバーの2人も頑張っているんですけども、やっぱりまだまだマシン性能、この弱小チームと言われるこのアルファタウリですね、なかなか上に上がるのは大変なんですけども、これからフリー走行 1,2,3 でしっかりとセッティングを行って予選に行きたいと思います。果たして練習走行の成果は出るのでしょうか。予選で明らかになります。バルセロナでは各チームがアップグレードすることが多いため、順位の変動が見込まれます。いいタイムを出すには高速と低速のコーナリングバランスの調整が必要です。ランス・ストロールの調子をどう見ていますか。練習走行でいいラップタイムを刻み、ご機嫌なはずです。自信はドライバーにとって大事なので、彼らが予選をどう乗り切るのか楽しみです。さあ皆様、いよいよ始まります。ということで、FP1-2-3 が終わりました。まあ、一応セッティングしながら頑張って走りました。そうするとですね、一応角田裕毅はマシンのセットアップ満足度 87%、デフリスが 88% ということで、まあそんなに悪くないタイムじゃなくて、悪くないセットアップかなと思います。一応ですね、予選に入る前なんですが、少しトラクションが悪いかな。ここはまた今からちょっと調整していきたいと思います。ということで、角田裕毅完成ですね。オーバーステアからブレーキの安定性、コーナリング、トラクション、直線区間ともにこれでかなりセッティングしていいマシンになったんじゃないかと思います。続いてデフリス、デフリスに関してはこのような感じですね。まだ悪くはないんですけども、やっぱりトラクションですね、トラクションのところのセッティング詰めないといけないかなという感じですね。デフリスのセッティングも無事終わりました。これでもう素晴らしいになったんじゃないのかな。全部いい感じになりましたね。それでは全ての準備が整いましたので、今から予選 Q1 に出たいと思います。それではしっかり管理しましょう。グリーンライン、ノー。はい、というわけでですね、予選 Q1 始まりました。スペイングランプリということでね、もうちょっとしたらあと7戦やったら追いつくのかな、現実世界にね。はい、ということでスペイングランプリカタロニアサーキットですね、こちらの方を走っていきたいと思います。まあサーキット自体はこんな感じで、特にねグランツーリスモ7とかいろいろなゲームに出てきますので、有名なサーキットではないかなと思います。アルボンが先陣を切って出ました。まずは一発目のタイムだけ出しておこうかなと思いますね。それでは角田裕毅からいきましょう。角田裕毅なんか最近ね、ちょっとネットニュースで本当にどうなのっていうニュースがいろいろ出てますけどね、もしかするとアルファタウリじゃなくてレッドブルのリザーブではとか、アストンマーティンの話どうなるんだみたいな、なんかいろいろありますね。レッドブルとホンダの関係とかね、なんかドライバーには関係ないんですけども、はい、ということで今からですねしっかり送り出したいと思います。まずは一発のタイム出しておきましょう。というかさ、普通に思うんだけど、その今ダニエル・リカルドがね、
Loud and clear. はい、まあ、リカルドがオランダグランプリでちょっと骨折して。Let's do a good outlap. Good outlap. Okay.はい、話の続きなんですけどね、リカルドがオランダグランプリでとりあえず骨折してしまって、まあ、それによってリアム・ローソンが、まあ、リザーブドから急に、ね、F1 ドライバーになったんですけども、まあ、そこでねやっぱりリカルドベテランでどうのこうのとかさ、レッドブルの首脳陣がいろいろ言ったりとか、そしてリアム・ローソンはまあ F2 でまあそこそこいい成績をしててどうのこうのみたいなね話いろいろありますけど、結局角田裕毅って2人より速いですからね。それ経験値はリカルドの方が上ですけど、リカルドよりも速いし、リアム・ローソンよりも速いし、で結局リカルドが骨折してリアム・ローソンが、まあ、走ってまたとんでもなくいい成績を収めたんでね、それによってこうアルファタウリー今誰もシートがね確定していない状態で3人がいるみたいな感じで、その時に角田裕毅どうなるのかとか、今レッドブルの首脳がねレッドブルのリザーブでどうだみたいな、そんな話をしているとか噂はいろいろありますけど、まあ、僕は Track is clear. 正直 Recharge off. And we can push. まあそんなガセネタじゃないのかなと思ったりするんですけどね、よくわかんないですけど、ちょっとね謎なところはありますよね。さあアタックラップ入りました、アタックラップ入りました。では、デフリースもちょっと出しておきましょうかね、デフリースも出しておきましょう。結局はでもネットニュースってまあ噂ですからね、まあ、誰々が残留したとか。誰々が移籍したとか、まあ、そういうニュースもね、もう漏れてしまって普通にニュースになれる時はあるんだけど、でもどうなのかな、そういうアルファタウリじゃなくてアストンマーティンが今契約というか話をしているとかって話あったけど、でも結局蓋を開けてみればストロールが今あの2024年も確定ではみたいなニュースも出てるし、だからシート決まってないのってね、角田裕毅、ダニエル・リカルド、そしてあのグァンユーとか、まあ、あの辺りですよね。で結構それがどうなるのか分からんけど、とりあえずもうなんかフライング的なニュースが多すぎですよね。さあまず一発目のタイム1分14秒825、まあ、これ全然ダメですね。フォローデレフェンス。 This is in lap. This is in lap. コピー。はい、ではデフリースちょっと見たいと思います。デフリースの方は今少し引っかかってますね。ただまあこれはさあここからねアタックラップに入りますんでね、前のマシンのスリップは使えませんね、トーは使えませんので、あ代わりにオコンかな、オコンが使おうとしてますけど大丈夫でしょうかね。まずは一発目のタイムを出すことが大事です。さあ皆さん話飛び飛びになって申し訳ありませんけども、昨今の F1 ニュースいかがでしょうかね。僕は普通に角田裕毅の契約普通にあると思うんだけど、まあ、気になるのはレッドブルファミリーですよね。レッドブルファミリーにあの3年以上経過して4年目まで行ったドライバーがいないみたいな話をいろいろ聞いてますけども、でもおるやんフェルスタッペン。いやなんかいろいろねいろいろありますけど、どういうソースでそういうニュース出てきてるのかなっていろいろあるんですよ。ツイッターとかでもね結構いろんなニュースありますよ。ただアクセス稼ぎたいだけのニュースなのかなと思ったりとかさ、いろいろあるんだけど、でもね、結局本人しかわからないことですからね、絶対そういうのってまずわかりませんからね。言うても記者がどうとかって絶対わかりませんから、もう党の本人とチームしか絶対わからないことですからね。はい、もうとりあえずタイムは出してますけど全然ダメですね。Stay close to the reference. Charge on in box. Charge on box box. Copy. 結構頑張ったんですけどね、セッティングとかいろいろ頑張ってるんですけども、まあ、まだラバーが乗ってないんで、まあ、そこは仕方がないかなというところあるんですけども、まあ、最悪ロングランというか新品ソフト入れてまたアタックしてもいいかなと思ったりしてるんですけど、現在のところは5番手6番手あ5番手7番手ですけど、これはまあおそらく
このままだったら Q2 はいけませんね。1分13秒台ぐらいで最低でも走らないと多分厳しいと思います。おっとイエローフラッグ出ましたけど何でしょうか。あ、解消されました、よかったですね。ではちょっとタイミング見計らってストロールコース外を走行って何これ。ターン8に差し掛かった様子です。おや、コースアウトは珍しいですね。マシンを酷使しすぎではないでしょうか。いや、これぐらいでコースアウトは別にいいでしょうよ。コース外走行は一番トラフィックが空いている時に行きたいので、アロンソが出てからがいいかな。ノリスが行ってからの方がいいかな。アロンソですね、アロンソが行ってからにしましょう。 OK、 今ですね、今デフリス先出します。それでは角田裕樹も出します。角田裕樹は2周連続アタック行ってもらいます。それではまずはデフリース2回目のアタックですね。デフリース2回目のアタックです。さあ間もなくですね、間もなくアタックラップ入ります。タイヤの温度を少し大丈夫かなっていう感じだけど、なんとか頑張ってもらいましょう。 OK, you can pick up the pace. Yeah, copy. No more lift off required. Yeah, effort. さあデフリースアタック開始です。角田裕樹も今からアタック入れてもらいましょう。タイヤ冷えてるけど大丈夫かな。 Now we can push one step more on tires, you can. Copy.さあまずはデフリースセクター1入りました。とりあえずセクター1、うわあダメだね、黄色だね。ということは角田裕樹も黄色か、これもしかするとその可能性高いな。恐ろしいな、黄色っぽいなこれ。デフリースがやばいぞ、このままだったら Q1新品ソフトに変えてもいいかもしれんな。うわーダメだねこれ、ちょっと待ってくれ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 、ほんと待って待って待って、ちょっと待ってほんとマジで、マジか、これまた Q1 敗退するぞ。セッティング頑張ってるんだけどな、やっぱりパーツの問題かもしれんな。このバルセロナ走る決勝はもうエンジンごっそり変えてもいいかもしれんけど、あ、もうデフリース全然ダメだな。角田裕樹も セクター2ダメか。いや全然あかんな、ちょっと待って勘弁してくれマジでおお、ちょっとこれはまずいぞ。でフリースも Q1 敗退のところになってしまったな。これででも自己ベスト更新ならずですもんね。これでデフリースすぐ帰ってきてもらってタイヤ交換してすぐ行きましょうか、もう一回ね。よし角田裕樹とりあえず2周目2回目のアタックでセクター1自己ベストですね。あ、ちょっとトラフィックにかかったな。うわーもういいところにおるな、おい、もうこれセクター2ダメやろ、これ黄色になったね今ので、多分引っかかったね。多分厳しい。うわここでもかかった、ほら、うわもうなんでトラフィック、もうトラフィックパラダイスマジ、これちょっとあかんわ、これやばいやばい、ちょっとアタック中止しようかな。いや、とりあえずちょっとこのまま走ってもらうわ。なんぼこれで 何位ぐらい。うわ順位変わらずマジか。うわもうトラフィックに引っかかったってマジで。いやもうこうなったらもうデフリースに頼むわ、もうデフリースで突破してもらうしかないわ。新品ソフトでもうラストアタック行ってもらおう。いやもう角田裕樹惜しかったな、普通にトラフィックにかかってしまったマジで、これはあかんな。
勇気勇気ボックス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 。Did I agree? Okay, 今から出たら。So follow pit lane speed limiter obviously. 今から出たらラストアタック間に合うぞ。多分。デフリースは今からアタックに入りますんでね。さあ残り2分41秒 OK 間に合ってくれ、なんとか間に合ってくれよ、ラストアタック、角田行け、ラストアタック、なんとか頑張ってくれ、多分大丈夫やと思う、この時間やったら大丈夫やと思う。さあちょっとデフリースが後ろから来てるぞ、デフリース来てるぞ、あもう行ってるか。We focus on tires and brakes. Tires and brakes. Copy. さあ多分大丈夫だと思うけど、デフリースの方ちょっと見てみましょう。デフリース、うわあもうダメだ。デフリースダメだ。イエロー出たし、もうマジかよ。イエローフラッグです。ピアストリか。Reminder on the battery. 多分ね、デフリースがアタック中止になってしまってる、イエローフラッグで一瞬。まあ多分大丈夫だと思うんだけどね。さあでは行きましょう、間もなくね、アタックラップに多分入ります。ストレートアウト、トラックイスクリア。 OK, let's go, let's go. さあちょっと見守りたいと思います。タイヤもいい感じに温まってると思うんですけどね。デフリースはもうダメですね、これ Q1 敗退ですね。これでもどうだろうな、 Q1 突破できなかったら厳しいぞ。まあでもパーツがねちょっとねあまり今よろしくないう。ダメだ。いやもう頑張ってセッティングしてるんだけどな、もうこれ勝つとしたらもう本当マシンパーツを改良しまくって新しいのつけまくってとか、もうサーキットごとにパーツ作るしかないですよね。もう低速コーナーところ多かったら低速コーナー用のフロントウィングとかリアウィングにして、直線が多いところだったらもう高速域だけで、低速捨てて高速だけ特化するとかさ。いやーこれ厳しいよ。セクター2は自己ベスト更新してますけど、多分これ厳しいですね。うわっ、最後の最後でツノッチやっちゃった。あれなかったらボッタスには勝ててたんじゃないの。うわーちょっとボッタスは救われた感じかな。ボッタスと勇気の差が気になる。てかノリスは多分もっと上行くから17番手だろうな、決勝スタート。マジか。あ、そうですね。だから、ピアストリーと、あ、もうでもダメか。これは全然ダメです。最後の最後でやってしまったね。あれ、もしスピンがなかったら、もしかすると、行ってたかもしれないし、行ってないかもしれないです。今回はもう久しぶりに全滅ですね。セッティング頑張ったんだけど。厳しいな。厳しいな。この F1 の世界マジ厳しいな。いやもっともっとお金をかけてパーツを作ってパーツ改造しないとダメだな、これは。いや久しぶりですよ、2人とも Q1 敗退というのは久しぶりですね。皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。
いやもう今日のマネジメントめっちゃ難しかったですね。まあ、予選なんですけどね、まあ、決勝は決勝で頑張るんでいいんですけど、とりあえず少しでもいいグリッドからスタートしたいわけですよ。いや厳しかったですね、残念ながら。頭抱えるわこれマジで、本当に本当に頭抱えるわ。たまには全体ベストのパープル見たいっすよね、どっかセクター1個でもいいから。厳しいな、ちょっともっともっとお金かけて今いい感じでね、デザインセンターとかアップグレードどんどん入れてるんで、それが完成しだしたら本当中盤ぐらいからは絶対にパーツとかもどんどん改良できるんで、いけるような気がするんですけど、やっぱりまだ前半戦ですからね、まあなかなか厳しいかもしれませんけども、残念。ということで結果なんですけども、一応このようになりました。はい、残念ながら角田裕樹とデフリス Q1 敗退ということで、まあタイムもそんなに悪くはなかったんですけどね。ノリスもこんな順位で終わるのって珍しいですよね。 Q2 突破しないノリスなかなか珍しい気がする。ピアストリーにずっと負けてるもんな、脅威の新人ですよね。いやー参った。でもね、一応頑張ります。次の決勝頑張っていきますんでね、頑張りますので応援よろしくお願いいたします。もう毎日きついですねこれ、ストレスですね。いや自分に対してのストレスですよやっぱね、悩む、本当に悩む。ゲームでここまで悩むから、本当のチームプリンシパルは本当に悩むことでしょう。はい、ということで次回スペイングランプリの決勝、またいろいろ考えてポイント取れるように頑張っていきます。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。